吉田です。今回はヤフオクにただ出品するだけじゃ NG、 テンプレートを駆使して落札率アップを狙おう。ヤフオクに出品しているけれど落札されない、そんな方に今回は落札アップのコツとそれを可能にするテンプレートについてご紹介するので最後までご覧ください。どうすれば落札率をアップするのか。出品しても落札してもらえなければ儲けは出ません。まずは落札率アップに必要な考え方のコツをご紹介します。説明文で手を抜かないこと。説明文の良し悪しで出品物の見え方は変わります。購買欲を刺激するような説明文を心がけましょう。思いつかない場合は他の高評価者の書き方を参考にしましょう。説明文は内容も重要だけど見た目も重要。どんなに良い内容でも文字の羅列では読んでもらえない場合もあります。開業、画像の挿入、装飾を行い読んでみたいと思わせる工夫が必要です。もっと見た目にこだわりたいけどそれには高度な知識が必要。デザイン、レイアウトを出品物に合わせて変更できればもっと魅力的になりますが、そのためにはプログラミング言語の知識が必要です。それは無理という方にはテンプレートの使用がおすすめです。知識ゼロでも OK。 テンプレートで綺麗な商品説明を作ろう。直感的な操作で出品ページをおしゃれにできるテンプレートが無料で多くあります。それを用い以下のように魅力的な出品ページを作りましょう。まずはオークファンのテンプレートを試してみましょう。初心者でも安心なオークファンでの作り方からご紹介します。オークファンにアクセス。ホームページにアクセスしてオークションテンプレートをクリックします。こちら動画の概要欄に URL 貼っておきます。上から指示通りに空欄を埋めていきます。タイトルにもこだわりましょう。検索されやすいよう商品名、型番、ブランド名とアピールしたいことを記入します。説明文でもやはり手は抜かない。上述したように説明文の出来は重要です。下記を盛り込みつつ買いたくなるような文を書きましょう。商品名とブランド名、大きさ、重さ、色や材質などの見た目、傷や汚れの有無などです。自由入力欄も有効に使おう。自由入力欄なので決まりはないですが、注意事項を入れるのがおすすめです。具体例を以下に挙げます。最安値のため値下げ交渉は不可です。落札後48時間以内にご連絡ください。配送業者は恐縮ですが、当方で指定します。自分に合った配送方法を設定しよう。以下の中から料金、匿名配送対応可否を踏まえ決めましょう。支払い方法はヤフー簡単決済のみ。今は他のものは対応していませんが、昔は下記からの選択制でした。その他の欄は空欄で OK。その他は利用している方はあまりいないので、事情がなければ空欄にしましょう。落札率アップのために大事なマイブース。自分の出品物を一覧できるホームページのリンクを挿入できる機能です。2品以上出品している場合は必ず設定しましょう。送料の明示も落札率アップのコツ。送料が明示された商品の方が落札されやすいです。定額でない場合は代表的な都市を2、3個ほど挙げましょう。これが一番の目的、テンプレートを選ぼう。無料のものだけでも十分あるので、自分の出品物に合うものを選びましょう。有料のものもありますので、どうしても使いたい場合は検討してください。出品物の画像はたくさん添付しましょう。10枚まで添付できるので、出品物を全方向から撮影して多く添付しましょう。追加で画像を載せたい場合は説明文に挿入できます。フォトプラスが便利です。これでテンプレートは完成です。早速テンプレートを使って出品しよう。完成したテンプレートを確認するをクリック。間違いがないか念のため確認します。次は下部の HTML のコードをコピーします。ヤフオクのホームページに行き、出品画面の説明欄を開きます。HTML タグ入力モードに変更し、コピーした HTML コードを貼ります。作ったテンプレートは残しておこう。作成したテンプレートの保存をクリックします。その後、名前を付けて保存をクリック。これで保存ができました。作ったテンプレートを使いたい、消したいとき、
オークファンのホームページの保存したテンプレートを利用する方はこちらをクリックします。読み込むで使用できます。また削除するは完全に消去してしまうので注意してください。オークファン以外にもテンプレートは使用可能。他にも無料で使えるテンプレートを提供しているサイトをご紹介します。豊富なテンプレートが売りのオークリンクス、こちら動画の概要欄に URL 貼っておきます。インストール不要で数千通りの組み合わせを用いテンプレートを作ることができます。他の人と完全に一致することを避けやすいのは魅力的です。カラーバリエーション豊富な即売君、即売君も動画の概要欄に URL 貼っておきます。こちらインストールが必要ですが、一つのテンプレートでカラーが24色から選択できるので、同じテンプレの色違いをたくさん用意できます。細かい装飾にこだわりたいなら奥の見方、こちら動画の概要欄に URL 貼っておきます。インストール不要で文字や背景の装飾で様々なことができるので、他にはないこだわりのテンプレートが作れます。女性受けを狙うならとろけるオークション、とろけるオークションも動画の概要欄に URL 貼っておきます。インストール不要で可愛いイラストが埋め込まれたテンプレートを使います。ヤフオクにテンプレが出品されていることもあります。上記以外にもテンプレを使って テンプレを作っている方が多くいるので、下記のように出品されていることもあります。もちろん有料なので、どうしても欲しい場合だけ検討しましょう。まとめです。落札率アップのためには見た目を劇的に良くするテンプレートは必須です。無料のものも多いので、今まで使っていなかった方はこの機会にぜひ挑戦してください。ということで、チャンネル登録お願いします。